キララファンタジア、やってみる？こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。おはよう、キララファンタジア始めていきましょう。そう、そうなんだ。有識。商売も戦闘も度胸が必要。ルーム？まだ眠いよ。おそうめんできたけど、みやちゃんも食べるかな？少し頼み事をした。ありがとうございます。すっごく助かりました。あいつがいないから、私がマユを見ておかないと。そうだ、シナリオクエスト後半ですね。取れた。そう、対決シーンだった、前回最後。そうね。うむ。やりました。おや？おへん？ゾウソク。にゃー！違うって。まずい。やれやれ。おお。はわわ。誰がホトクロモンか。中にキルミンズしてんのかわからん。お、はい、嬉しいです。エロいやったね。わかりました。やれやれ。なんでこういう服って胸のところだけ穴が開いてるのかしら。
さか。くそ。いいですか？まったくもう、何ですか？ねえねえ。ええ。ああ。なるほど。ええ。なるほど。そうですね。うん。じゃ、行ってくるわね。玉木様の凱旋を心待ちにしてなさい。何をやってんだ。お？ん？自分が壁？ねえねえ。わかりました。これミルクって言うの？どう？どう？いえいえ。あ、どうする？え？何？どうした？大丈夫？先生を信じて。先生だって怒りますよ。覚悟できてるんですよね。みんな、無事に帰ろう。やば！私が力になるわ。それじゃ、これでいくわ。もできてるんですよね。これなら大丈夫かな。いった！魔物さん発見！よーし、私の番だよね。ん？幸せのお裾分け。よいしょ。おしゃれだね。よいしょ。私だって怒るんだから。そうだな。よかった。勝てたね。
なんでこういう服って胸のところだけ穴が開いてるのかしら。13節。ありがとう。はい。あら。お、なんかもらえた。料理の隠し味は愛情、友情、南京錠。あと15日もありますからね、余裕です。初夏もやっとこう。ガチャの方が面白そう。行きましょう、ステップアップガチャ。新たな出会いを。8段以上いきますか。うん、おお、桜トリック南雫。星をまた来た。星ですね。ひなたゆかりです。僧侶になったよ。お経とかあげるやつ。飯塚ゆずだ。私が魔法使い。乙女なやつじゃん。なんか恥ずかしいな。南雫です。ナイトになってみました。いつも私は琴音たちに撫でられて、うん、じゃない、守られてばかりな気がするし、こんな時くらい私が前に出て守ってあげたい。頑張ろう。ナイト一ユイです。ナイトっていう割には鎧が少ないような。なんかリボンとかついてるし。うわ、そんな見るな。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。で、どんどん覚醒。朝は鍵の手入れをして
ちゃおうかな。開きますよ。ナギです。敵の攻撃を防ぐナイトなんて趣味じゃないんだけど、まあやるしかないか。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。朝は鍵の手入れをして、あとは行きましょう。サンピョッケ行ってみましょう。行きましょうか。来るかも。来ないか。ああ、ブサイ。玉木。有利です。アルケミストとしてみんなをサポートするからよろしくね。ナイトの策、マイル。フラチモノは成敗してくれる。で、普段と違う衣装だと慣れないな。似合っているだろうか。戦士の鼓動玉木よ。ま、よろしく。事実は小説よりなんて言うけど、異世界なんてとんでも世界もいいところだわ、まったく。ところで、かわいい女の子はいるのかしら。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。ここでコイン、コインはいくらあっても十分ですからね。
よーし、私についてきてね。ピンチ到来だよ。こいつで決まった。これで倒れてくれない？こんなお味はいかが？もう痛いよ。こいつで決まった。オッケー。盛り上がってきたな。伊達にいたずらしてないのよね。我が剣のサビとなるがいい。やっ、ほら、おい、今の私の前に立つと危険。怪盗ランマを立つ。どうだ、参ったか。強い。玄関を捨てき、次も勝つ。当たった。トレード行こう。おはよう。要件は？今のおすすめ。はい、一つ。今のおすすめ。ないな。また来い。
ということで、ちょっと早いですが、今回ここまでにしたいと思います。次回はこのエタリア、マユは今日もラブリー、かぶり物ならうちにいっぱいあるよ、収集クエストですね、行っていきたいと思います。お楽しみに。ではご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。